皆さんどうもこんにちは。この時期になるとカボチャのスイーツが食べたくなるうぷ主のミーです。やっほー、毎度おなじみ、ハロウィンが楽しみ霊夢ちゃんだよ。仮装に見えると思うが、これが私服、マリサだぜ。ということで今回は、おなじみ荒野行動を実況していきたいと思います。そういや、何やら面白そうなコラボが開催しているみたいね。え、そうなのか。うん、なんと荒野行動が、富士急ハイランドのホラーアトラクション、絶叫、戦慄迷宮収容病棟とのコラボレーションイベントを、10月15日10時から、10月31日9時59分まで開催するんだ。え、あのお化け屋敷とコラボだって？今回のコラボでは、戦慄迷宮の世界観や雰囲気を存分に味わえるみたいよ。あのお化け屋敷はあまりに怖すぎて途中でリタイアする人も多いって有名だぞ。今回はそんなスペシャルコラボイベントに私たちも挑戦してみたいと思います。おいうぷ主、お前お化け屋敷。大の苦手です。どうすんだよ。それじゃあ悪夢の境界、スタート。このモードのルールはとっても簡単。人を追いかけたかったら、ナイトメア。逃げたいなら、夢見人。鬼ごっこみたいな感じか。面白そう。夢見人は、ロッカーを探して解読したりツールを収集して車両を修理するよ。もちろん、作業をしている時はナイトメアに見つからないようにね。すげえハラハラするじゃねえか。ナイトメアに捕まったらどうなるの？捕まって冷凍されちゃうよ。冷凍？夢見人は自分含めて4人いるから、お互いに協力して脱出を目指そう。頑張るわよ。あ、もう怖いわ。このマップ、もしかして戦慄迷宮？そう、時給病院のマップになっているよ。実際にアトラクションに入ったことはないが、怖い雰囲気がビシビシ伝わってくるぜ。私も戦慄迷宮の前を通ったことあるけどすごい迫力だったのを覚えてるよ。うわあ、なんかいる。人形。びっくりした。ただでさえマップが不気味なのに、ナイトメアからも逃げないといけないなんて。おい、心臓が赤くなっているんだが。ナイトメアが近くにいるんだ。なるほど、近くにいると心臓が赤くなるのね。とりあえずこの場から離れよう。あ、ロッカーがあったわよ。ナイトメアに見つからないように修理しよう。早く修理が終わってくれ。遅い。これ修理が終わるまで何分かかるのかしら。このペースだと数分はかかるだろうね。いやー、これ、ボタンをうまく押さないとダメなんだった。ボタンをうまく押せたら修理時間が短縮するんだったわね。はぁ、落ち着かねえ。え、味方が。まさかナイトメアに？ああ、運ばれてるわよ。そして冷凍されちまった。ナイトメア怖。で、まだ修理は終わらないの？あ、半分もいってねえ。急げ急げ。おい、今なんか。うわあ。やあ、ナイトメアが、全く気づかなかった。とにかく逃げるのよ、急いで。ロッカー修理に夢中だったわ。このまま逃げ切れたらいいが。なあ。こうしてうぷ主は、ナイトメアに抱えられていきました。やめてー。はい、冷凍。あれれ？もう終わっちゃうの？クックックック。今度は追いかける方だぞ。逃げる側の時は全く怖くないわよ、すげえ強気。あ、ナイトメアって銃が使えるんだね。銃が使えるって、夢見人からしたら厄介だな。さあうろちょろ逃げてる獲物を探すわよ。今頃ビクビクしているんだろうね。逃げる側の時は思いっきりビクビクしてたもんな。あ、いたいた。うろちょろ走ってる相手を撃つのは大変ね。よく狙ってな。よし、このままダウンを取りたい。逃げるのがなかなかうまいわね。あれ、さっきここにいたのに。あと一人じゃー。すげー、執念でここまで来やがったぜ。このモードは時間制限がないからいいわね。うん、諦めなければ勝てる。これで終わりだー。じゃじゃーん、今回のバトルパスでもらえるスキンに着替えてみました。お、この時期にぴったりって感じだな。キョンシーみたいで可愛いわ。せっかく着替えたので、久しぶりに通常バトルを遊んでいこうかなと思います。どうだ、最近勝ててるか。よし、頑張るぞ。いつになったら上達するんだか。このスキンのキョンシーみたいに、敵の銃弾をジャンプして回避したら、できるかよ。いやー、久しぶりだからなんか緊張しちゃうな。さっきナイトメアで銃使ったじゃないの。あの要領でやれば何人も倒せるでしょ。おいおい、あれは逃げてる人を狙ってたからうまくいっただけで、通常バトルじゃ相手だって撃ってくるんだぜ。その打ち合いに勝たないといけないんだよねー。みんなここに降りたみたいだから私もここに降りよう。注意しろよ、さっき敵も近くに降りてたぜ。そ
それなら急いで落ちてる武器拾わないとね。武器をじっくり選んでいる暇ないわよ。とりあえず落ちてるのを拾って、一応車に乗ることも考えてガソリンもな。よし、とりあえず武器は拾ったからこれで戦える。すぐ近くに敵がいるよ。落ち着いて探しましょう。今窓の外に。あ、倒せた。あんたよく倒せたわね。ほんと、よく弾が当たったもんだ。私も動揺しています。とりあえずこれで周囲の敵は倒したんじゃない？いや、この近くでまだ銃声がしたよ。一番の人の近くに敵がいるみたいだぜ。引き続き慎重に行動していこう。そうね、まずは付近の仲間と合流しましょう。おいおい、車まで来ちまったぞ。はい、この近くに敵がいる。いたぞ、あそこだ。頑張れウプ主、今のあんたなら勝てるかもしれないわよ。よし、やってやる。おやー。そうそううまくいくもんじゃなかった。気合だけは良かったぜ。とある街の寂れた一角、そこでひっそりと若者たちが集い、ゲームをしていた。そのゲームだが噂によるとかなり危険なものらしい。詳しいゲームの内容は自らその地に出向き、ゲームに参加しなければわからない。今日もまた好奇心に駆られた者がその地に踏み込んだ。うわぁ。クックック、これでお前が使えるモンスターはいない。私の勝ちだ。畜生。それじゃあお前の魂、いただくよ。待ってくれ、もう一度私にチャンスを。チャンスは一度きり。これからは私のカードのエネルギーとして活躍してくれ。そんな、嫌だ、助けてくれ。また強くなってしまった。ここでゲームをやってるって噂を聞いてきたんですけど、何か知りませんか？知っていますよ。本当ですか？一体どんなゲームをやっているんですか？カードですよ。ルールは実にシンプル、誰でもすぐに覚えられます。へえ、カードってどこかでもらえるんですか？私が差し上げましょう。お、これを使うわけですね。ありがとうございます。何？お代は後でいただきますので。いえ、なんでもないです。せっかくですし私と勝負しませんか？はい、ぜひお願いします。あ、でも、ここで行われているゲームは危険って話も聞いたんですけど。はっはっは、単なる噂ですよ。大丈夫、安心してください。うわぁ。負けました。でも次は負けませんよ。次？次なんてあるわけないじゃないですか。それってどういう？こういうことですよ。いい気分だ。なんてカードゲームどうでしょう。言い訳ねえ。だいたい負けたら魂吸い取られるとかヤバすぎんだろ。そんなカードゲームあっても誰も遊ばないよ。まったく飛んだ時間の無駄だったぜ。